こんにちは、こんばんは、コッシーです。今回は即席動画になるんですけど、今日から始まりましたね、ゴールデンゲオウィークということで、4月29日から5月の5日までゲオセールが始まりました。スイッチライト、PS4 の本体とソフト同時購入で2000円引き、すべての機種が対応しているゲームソフト、あ、これは中古ですね、2本同時購入で500円引き、その他は新品の 4K ベゼル S 液晶テレビ、50型の大きいサイズのテレビが42,900円なんですね。スマホ2万円以下が全品 20% オフというセールみたいですね。また中古ソフトは500円以上のソフトが対象みたいですね。そしてこの後、ペーパーマリオ、折り紙キング、1980円、モンスターハンター、ダブルクロス、2480円、ピクミンと動物の森がこのような値段ですね。スイッチも安くなってるようですね。でプレステ4だとドラクエが1480円、デスストランディングが1480円で、 3DS がスマブラが280円で、ドラクエが980円といった感じの中古セールみたいですね。で私がちょっと見てきた中で安かったなって思う商品のご紹介になるんですけど、今回はちょっと即席で作ったので簡単なご紹介になるので、その辺ご了承ください。まずは PS4 のペルソナ5ダンシングスターナイトが980円で、同じくプレステ4のザ・クルー・アルティメット・エンディションが980円、これもすごい安かったんですけど、 PS4 のファイナルファンタジー・クロニクルが980円、同じくプレステ4のあなたの四季姫共同誕980円、最近高騰しつつあるビータのソフトなんですけど、千の奇跡シリーズ1の方が980円、なぜか2の方が480円になってますね。で、個人的に欲しいビータの新夜回り1980円。で、同じくビータのガールズ&パンツァーが980円。で、次に高騰しそうなソフトの一つで、ビータのオメガラビリンス。こちらが1980円ですね。で、3DS のポケモンが2つとも980円、 3DS のドンキーコングも980円で、こちらはセール対象外なんですけど、個人的にすっごい安いなと思ったのが PS4 のディスティニーコネクト480円、スイッチの方でも去年の11月ぐらいに発売したディスガイアシリーズのこちらプリニー1-2が1キュッパですね。で、ちょっと不評って言われていたスイッチのディスガイア6が3480円ですね。で、こちらは私が個人的に欲しいソフトのシャンティと7人のセイレン、3680円ですね。で、最後にスイッチのファミスタ2020が2880円ですね。他にも安いのはたくさんあったんですけど、パッと見私が安いなと思ったのはこんな感じです。今回は簡単なお知らせになったんですけど、またゲオセールで買ってきたものなどの紹介もするので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今後もゲームの購入品紹介や福袋開封、そしてライブ配信もレトロから最新まで幅広くしているので、よかったら皆さん遊びに来てくださいね。よろしかったらそのままチャンネル登録、高評価、低評価でもいいので動画の評価も一緒にしていただけたら嬉しいです。それではまた、コッシーでした。バイバーイ。